です。おはようございます。本日はですね、銀行と暗号通貨の話題を絡めてお話しようかと思います。大手銀行が集まって構想していた J コインっていうのがありましたね。 JCB コインとでも言いますか、まあ日本の J を取った J コインというものだと思うんですけども、どうもこれがですね、あんまり進んでないと言いますか、ニュースがちょっとね、聞かなくなってきたと。で、逆にですね、その銀行からリストラというかね、人員削減というニュースが出たり、あとはですね、まあ、銀行のサービスがちょっと変化するということでね、あんまりいい話聞かないなと思うんですよね。で、世の中にはいろんな決済サービスがその間に出てきました。まあ PayPay ですとか LINEPay とか楽天 Pay とかね、皆様もご利用かもしれませんけども、私ね、遅ればせながらこの度 PayPay をね使ってみようかと思いまして、まあ登録を済ましたところなんですけども、いや、なんでこれをねしようかと思ったかというと、私普段はクレジットカードで決済してるんですけども、クレジットカード決済するときにいつもね、PayPay 使えますみたいな、そんな札が結構出てるんですよね。で、まあクレジットカードでも、まあ、ポイントつくし、どっちでもいいかなと思ったんですけども、全然違ってですね、クレジットカードを登録した PayPay で払うと、 PayPay による 10% バックとかね、 20% バックとか、場合によってはもうちょっと大きいバックが来て、プラスクレジットカードのポイントもつくということなんで、なんで今まで私はやらなかったのかというね、本当にバカなことしたなというところもあったり、まあ新しいね、PayPay というサービスに対して意味もわからない抵抗があったりとかしてね、まだまだ私の頭は硬いなと思うところだったんですけども、まあこの PayPay というね、スマホに QR コードを搭載して、で飲食店とか、まあ、雑貨店とかね、お店で使った時にそこで決済するという、その PayPay を使っていつも使ってるクレジットカードで引き落としをするという形にすると、まあなんとね、すごくお得なことかっていうのが分かったわけですよ。で、これを見るとなんでね、銀行がこれを使ってこないのかなというふうに思ったわけですよ。銀行も引き落としや支払いにこういった民間でやっているPayPayをはじめとするね、なんか、まあ、銀行ペイかもしれませんけど、そういうのを使えばもっともっと お客様からね、消費者の方から多くのお金を集めることができるのになと思ってたんですけども、やっていないと、まあ、あらゆる意味でちょっとね、遅れてるんじゃないかなと思ってるんですよね。でも私はまあその中でも銀行っていうのは金融の専門家としてやってるわけですから、結構ね、買いかぶってるところがありまして、ただね、もう一つ私が疑問なのは、銀行が副業を解禁したっていう話がありますよね。お金のプロたる人がそのマーケットで勝てていないから副業を解禁して、じゃあ銀行、お金の金融の専門家たちがこの世の中に副業というね、マーケットに出てきた時にもう簡単に勝ってしまうんではないかなと思ったんですけども、でもそうではないようなね、やっぱり副業は副業を専門とすると言いますかね、通常サラリーマン企業の一選手として勤めて、そこで副収入をという伝統的なね、方々の方がやっぱり強いのかなと思っちゃうんですよ。銀行員の方が副業って何ができるのかなと思っちゃったんですけども、まあそれはね、経過を見守りたいかなと思いますよね。だから銀行の、ある意味上層部の方とかトップレベルの方はお金に長けてるのかもしれませんけども、もしかしたら銀行のですね、一般社員の方は言われたことをノルマ通りにこなすだけの、なんか半ば公務員化してるんではないかなというふうに、まあ今のところ想像するんですけどね、わかりませんけども、きっと高い金融のスキルを持っているんだろうというふうに考えています。まあそういうふうなね、銀行員の方がマーケットに出てくることによって、副業という世界がさらにですね、活性化して競争が激化して、優れた副業のね、形ができるんではないかなというふうに思ってますけどね、皆さんいかがお感じでしょうか。まあ、今回はですね、銀行の暗号通貨とかね、銀行の支払い方法について、これからどうなるのかなということを、まあ、考えてみたわけなんですけども、皆さんはどうお感じになったでしょうか。プラスですね、私がね、これちょっと話題変わりますけども、今46にしてちょっと深くね、後悔していることがあって、それはですね、やっぱり海外をもっと見とけばよかったなってことなんですよ。現在ですね、マイアミの塾生さんがいろんな動画を送ってくれてるんですけども、このマイアミ一つをとっても想像をね、超えるような世界が広がっているってことが見えてきたんですよね。そして今度行くインドネシアバリ島ですけども、今回2回目になりますけども、ここもですね、やっぱり私が想像してたような東南アジアの姿とは全く違ったものがね、散見されるわけですよ。
この東南アジアの意外なもの、マイアミの意外なもの、こういったものを見てみると、まだね日本国内であるこの振れ幅なんていうのは本当にちっちゃくって、インドネシアとマイアミってものをこう見てみるとですね、ものすごく自分の想像の幅を広げざるを得ないかなというところなんですよね。まあ、実際にマイアミの方もちょっとね足を向けてみようかと思いますし、バリ島はもう今月の28日からということになるんで、自分のね常識をもっともっと覆していこうかと思います。まあでもね、逆に言うとですね、私もそうお恥ずかしいんですけども、海外に目を向けていないとかね、それから自分の考えに酔いしれてた頃っていうのは、他の意見が本当になんかね、間違ってるようにしか見えなかったんですよね。でもそんなことはなくて、自分と違った意見だからといって遅れていたり間違っているっていう風な先入観が最も危険なんだろうなと思いました。これからも自分と違った考え方とかね、自分と違った常識、情報っていうものにもっともっと心から目を向けていきたいなと思うようなね、そんな7月12日の朝でございました。それでは今日は下津港の方にね、タコをお邪魔します。タコをごちそうになりに行ってきます。また放送します。では失礼します。